男女240人に聞いた、侍ジャパンで好きな選手ランキングが発表される。1位、大谷翔平、47%。2位、ラーズ・ヌートバー、11.5%。3位、ダルビッシュ有、9%。4位、村上宗隆、5.5%。5位、吉田正尚、4%。時点6位、山本由伸、3%。6位、中野拓夢、3%。6位、岡本和真、3%。吉田あれだけ活躍して、これとかもうやってられんやろ。今度、今永、もう少し人気出てもいいと思うのに。巨人ファンじゃないけど、戸郷が一番良い球、投げてたように見えたわ。今度めちゃくちゃ活躍したのに、なんでメディアはあまり取り上げないの？日ハムファンはそれについて、どう思ってるの？あまりにリアルすぎる数字やな。